どうもエルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、序突猛進な、ブライト、を紹介していくよ。ゆっくりしていってね。ブライト派デトバのオリジナルキラー、パチュラの血清を自分に注入することで、身体能力を上げたキラーだ。なぜこんな姿になったのかは背景を読むとわかるの一部紹介。人間という存在を理解するには、それを超える必要がある。これを信条とするスコットランド人の科学者、タルボット、グライムズ派、その無限の野心で高みへと登り詰めた。子供の頃、異様なまでに自立していたこともあり、町の近くに広がる壮大な野原を一人で探索し、ほとんどの時間を過ごしていたのだ。子供の好奇心から始まった研究だが、有毒なジギタリスの実験で危うく命を落としかけた。何日もの間寝込んだタルボット派、無事回復をしたが湧き上がったの派、恐怖ではなく強い興味だった。それほど劇的に自分に影響を及ぼした花に、枯葉摩訶不思議な魅力を覚えた。そして成長した枯葉科学者になり、捕虜収容所の地下にある秘密の研究所を任された。そこでは、彼が被験者に対し苦痛に耐うる兵士を作り出す薬の開発が行われた。度重なる非人道的なことが繰り返されたが彼にとっては被験者でしかなかった。そんなある日のこと、旅行中だった彼は具合の悪そうな男に捕まる、共同墓地に連れて行かれ、鉄パイプで殴られ墓地に投げ入れられた彼は死を待つのみだった。次に意識が目覚めた時はベッドに横たわっている状態だった。死の淵から救出されたのだ。その後、健康になった彼は修道僧たちが禁じられた文字を研究していた。そこで彼は助けられたのが偶然でないことが分かった。知識を進化させるために、わざわざ墓地から拾われたのだ。研究を依頼されたタルボット派、完全回復するまで協力することに同意した。研究対象派マツカセンから抽出した化合物で精神の目を開くことを可能にするこの物質を修道僧派、魂の化学物質、と呼んでいた。救ってくれた行為もあり研究にも熱が入った。成功が近づくにつれ、修道僧たちの態度は変わっていった。彼を見るなり不安な目を背けるようになった。最後に彼を学校で目にしたのは、樹状突起のように枝分かれした、自分のベッドの上のひび割れた漆喰天井だった。次に覚えていることは、砕けたモザイクのかかった映像と感覚である、ローブを着た誰かが現れたかと思うと、腕に針が刺さり、再び世界は闇に包まれた。また目覚めだ。目覚め破壊を増すごとに、どんどん不明瞭になっていった。歯の間の大きな隙間を舌で触ってみる。どれくらい経ったんだろう。かすかな記憶が戻ってくる。魂の化学物質。式。もう少しで成功だった。遠くからささやく声が頭に入ってくる。ささやき声の言っていることは理解不能だった。だが、その全てを取り込み、指に血が滲み始めるまで何時間も書き続けた。血みどろの枯葉、そこで奇跡を目にした。オレンジ色の花が一面に咲いた壮大な野原だ。ささやき声派、野原に入り、人間の理解を超える世界と次元を発見するようにと、タルボットをせき立てている。一瞬子供の頃に感じた不思議に魅了される感覚を覚えた。探求心が強すぎるあまり、その虜になってしまったブライト、オレンジ色の花派パチュラのこと。この結成によって異常な身体能力を得た。ブライトの基本能力波、移動速度波秒速 4.6 メートル、脅威範囲波32メートルで背が平均、突進中の移動速度波秒速 9.2 メートルほど。特殊能力波、同彼の堕落を使った突進型だ。この突進が癖が強いから大変なんだよね。トークンが最大5となっており、消費して突進が発動できる。また、突進波2段階で効果が異なる。1段階目波。
突進になっており、前方にもうダッシュで走っていく。突進にはトークンを消費するようになっている。突進派攻撃判定がない上に攻撃をすることもできない。ただし障害物に一度当たることで死の突進へと変わる。障害物に当たらなかった際はクールダウンが入り、トークンを再チャージする。2段階目の死の突進は攻撃ボタンを押すことで攻撃が可能となる。ただしサバイバーに当たってもダメージ判定はない。その代わり板や破壊可能壁は破壊することが可能となっている。同彼の堕落派スピード派高いものの障害物への当たり判定がシビアなので、同じ壁でもバウンドするときとしないときがある。また曲がる際はドリフトをしているように滑るように曲がるため、慣れるまでにかなり時間を要する。画像の通り20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、化合物33 V5 の初期の3つ。簡単に言うと、化合物33は妨害による移動速度低下で疲労時のリスク軽減。 V5 の初期は遠くから突進を発動した時に悟られにくくなる。突進に対してのアドオンが多いので離れていても気づかないうちに近づかれます。突進自体にダメージがないとしても状態異常が厄介なので距離をしっかり取りましょう。ブライトの固有パーク派、ドラゴンの掌握、呪術、知の恩恵の3種類、一つずつ確かめてみよう。ドラゴンの掌握派、発電機トラップ型のパークです。ゲット後の30秒間というのが勘ですが、それに見合った無防備の効果がつくのは何かと強力なパークです。ただし、クールダウンが最高でも80秒と時間がかかるので、マッチング中に何回狙えるか難しいところです。ですが、一回発動してしまえばサバイバー一人の遅延を招けますし、何よりゲッターとの警戒心も上げれるので遅延につながるかと思います。ですが30秒と短めの発動時間なので単体で使うよりも組み合わせるのがいいと思います。例えば、イタチが飛び出した、や、オーバーチャージ、などですね。または、あえて発電機を直させるように、反問のトレイル、などによって無理やり発電機を見せるのもいいかと思います。黄色く見えるので、誘い出すには十分かと思います。呪術、知の恩恵、は、パレット妨害型のパークです。サバイバーとのチェイスで力を発揮するパークですね。板ぐるの防止につながるパークとなっており、15秒間止めることができれば瀕死まで持っていけるには十分かと思います。ただし、攻撃の当てるタイミングが悪いと板が倒せる時があるため、ギリギリを狙いすぎると発動しない時があります。また発動するにしても連続では使えないため、解除が難しいパークでもありますね。ちなみに、板の近くで瀕死のサバイバーを担ぐときに板当てによる妨害を阻止ができます。呪術、不死、は、トーテム身代わり型のパークです。今まで歯、呪いのトーテムに関して歯破壊されると一度で終わりというのが悲しいところだったのですが、このパークによって呪いのトーテムを生存させることが可能となったパークです。これが意外と厄介で、一回だけではあるが無力のトーテムに移行していくので、破壊に躍起になったサバイバーがいると、遅延行為ができるという点です。もちろん、破滅、むさぼられる希望、といった強力なパークと組み合わせることによって、マッチングを有利に進めることも可能です。壊しにかかっているサバイバーも見えるので、策的にもちょっとだけ使えます。ただし、必ずしも、呪術、不死、が一発で壊されると移行ができないのが残念なところ。とにかく、心音がしたらすぐに逃げるのが大事なキラーです。だいたい4秒ほどで離れていても近くまで来るからです。ただし、このキラーは狭い場所では繊細な操作が必要になるため、入り組んだ場所に入るのが得策です。逆にストレートの場所に入ると追いつかれるので避けたいところ。
突進対策としてはそこまで気をつけなくてもいいのだが厄介なのはアドオン。今回紹介したアドオンのように激突することで効果を発揮するものもある。8メートル以内のサバイバーが見えるなどというものもあるので、激突近くで隠れていてバレた場合は急いで離れるようにしよう。パークで気をつけておきたいのはバベチリ。サバイバーの位置が分かればもうダッシュで来るので、バベチリがあると思ってロッカーなどをしっかり使おう。いかがでしたでしょうか。ブライト派特殊能力というよりもパークの節が魅力的だったキラーですね。ただ弱体によって節も移行回数が減ったので使い序が難しい感じだね。さて、ここまでいろいろ解説してきましたが、キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番は使ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでも、キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。